お前の時給800円って聞いたぞ。そんなバカな貞の嫁といても意味ないんだよ。ただのお荷物だろ。お前に金使うくらいなら新しい家政婦雇った方がマシだ。だからさっさとここから出てけ。理不尽な発言を投げかけて私に出ていくよう命じる夫。息子もそれに乗っかってくる。母親気取りするなよな、この低収入の貧乏人が。私がこの家庭を守るためにどれだけ努力してきたか、この人たちには理解できないのだろう。そして私は彼らとの縁を切る決心を固めた。いいわよ、すぐにでも出て行ってあげるわ。私の名前はユナ、40歳の会社員だ。夫の信行とは結婚して気がつけばもう7年になる。息子の翔太を含めて家族3人で暮らしているのだが、私は正直この結婚を後悔していた。私と夫の出会いは仕事関係だ。信行は私が働いている会社の取引先で勤めていて、合同でプロジェクトを行った際に私たちは一緒に仕事をした。彼は取引先のチームのリーダーで、とても誠実で真面目な人だった。で、私もこちらのチームのリーダーだったので彼とは話す機会も多かった。仕事熱心な彼は頼りがいがあり、私はすごく信頼していた。年齢も近くて話しやすかったのも信用できた要素の一つに思う。そして何度か仕事をしていくうちに、私たちは少しずつプライベートなことも話すようになった。リーダー同士遅くまで二人で残ることが多かったからだ。私たちはいろんな会話をして、気がつけば距離がどんどん縮まっていった。信行さん、息子さんがいるんですか？うん、離婚してから子供を育てつつ仕事をするのはかなり大変だけどね。シングルファーザーは確かに大変そうですね。仕事もこなしながら子育てもするなんて本当に偉いと思います。本当？そんな風に認めてもらえると嬉しいな。なんかユーナさんには何でも話せそうな気がします。え？こんな風にプライベートなことを話すのは実は初めてなんです。そうだったんですね。もしよかったら一緒に食事にでもどうですか？リーダー同士毎回遅くまで残ってるねぎらいも兼ねて。ええ、もちろんいいですよ。彼に対して好感を持っていた私は、実は食事に誘われた時ものすごく嬉しかった。子供がいることを知って驚いたけれど、お付き合いを始める前にそうして話してくれたことは信頼できるポイントだった。大切なことをあらかじめ伝えてくれるタイプのようで、逆にそれが彼をとても信頼できる人だと思わせる理由になったのだ。そして私たちは二人で食事に行ったのだが、彼はとても話が面白くて、プライベートであっても楽しい時間を過ごせた。その後、彼から何度かデートに誘われ、数回のデートを重ねた後、彼から告白されて私たちは付き合うことになった。私はもともと恋愛に消極的で、あまり経験もなかった。だから自分から積極的にアプローチしてくれる人に惹かれるのだと思う。彼となら私は自然と足が軽くなるというか、一緒にどこにでも行きたいと思えた。以前は頻繁なメッセージのやり取りとか面倒だなと感じるのだが、彼とならむしろ楽しいしワクワクする。多分息子がいて離婚歴があることを最初からオープンに話してくれたから、私も心を開くことができたのだろう。また彼は面白いデートスポットをたくさん知っていた。知る人ぞ知る美味しい食事どころや、花火大会の際には知られざる絶景スポットを教えてくれ、
とても美しくて壮大な花火を間近で見ることができた。そして付き合い始めてから約1ヶ月後、私は彼の息子である翔太くんに初めて会うことになった。翔太くんは当時11歳で小学5年生だったので、多感な時期の子供とどう接すればいいのか、私はその点をかなり不安に感じていた。だから会う前は本当に緊張していたのだが、初めて会った時に翔太くんは私に笑顔で接してくれた。へえ、お姉さんがゆうなさんなんだ。お父さんがいつも家で話してた人だね。え、お父さんはなんて言ってたの？可愛くて一緒にいて楽しい人だって。おいおい、そんなこと勝手にバラすなよ。ちょっと恥ずかしいじゃないか。え、でも本当のことじゃん。翔太と信行はとても楽しそうに会話をしていた。その仲のいい親子の様子を見て私は微笑ましく思った。二人はとてもいい関係を築けているんだな。私はますます信行のことが好きになった。そして翔太くんは私にたくさん話しかけてくれて、とても人懐っこいいい子なんだなと思った。初めて翔太くんと会った日、私は手料理を振る舞うことにした。事前に彼から翔太の好物を聞いていたので、私は彼の好物を作った。あ、エビフライだ。美味しそう。私はドキドキしながら彼が一口食べるのを見ていた。すると彼は嬉しそうに二口目を頬張った。めちゃくちゃ美味しい。まるで洋食レストランに来たみたい。お姉さんの作る飯、毎日食べたくなる。嬉しいな。ちょっと待てよ。俺の料理もうまいはずだぞ。ああ、父さんのはまあまあかな。え、ショックだな。私は翔太くんを本当に可愛いと感じた。そしてそれから彼とたくさんお話をして仲良くなれた。その後は彼と二人で出かけることもあれば、翔太くんを含めた三人で遊びに行くことも増えた。まだはっきりとは言われていないけれど、私たちは間違いなく結婚を見据えている。だから信行もこのように3人で時間を過ごしているんだろう。彼は一般企業で働いている。仕事に対する熱意もあって、シングルファーザーとして息子をしっかり養っているから、それなりの収入があるのだと思う。私もきちんと働いているから、2人の収入を合わせれば充実した生活が送れるだろう。翔太くんはいい子だし、将来やりたいことが何でもできるような環境を整えてあげたい。まだ結婚はしていなかったけれど、この頃から翔太くんのことを自分の息子のように思い、大切に育てたいと感じていた。そして順調に交際を続けた私たちは、ある日彼からプロポーズされ結婚することになった。その頃31歳で、周りは結婚ラッシュだったから、結婚への願望は確かにあった。そんな時に彼からプロポーズされたから迷わず OK した。でも両親に結婚を報告した後、かなり心配された。バツイチで子持ちってことに反対はしないけど、本当にやっていけるのか。その後、来年で小学6年生だろ。完全に思春期の年齢だよ。本当に育てられるのか。ゆうなだって、その頃はお父さんと洗濯物を分けてほしいとか言ってたじゃない。血がつながってない子の思春期なんて、なおさら大変だと思うわよ。両親の心配はもっともなことだった。でも私はもうしっかりそのこと話していたし、彼の母親になることを願っていた。大丈夫。
本当にいい子なの。信行だってすごく家庭的で、いろいろサポートしてくれるから。そうやって私は必死で両親を説得した。とりあえず何とかして両親に納得してもらうことができて、結婚を許してもらった。実際に信行と会った際に、彼のことが信頼できると思ってくれたらしい。それで私と信行は婚姻届を提出して、正式に夫婦になったのだった。結婚式はお金がもったいないし、彼がバツイチだということもあってあげなかった。そして結婚後は、私が住んでたマンションに彼と息子が引っ越してくることに。めちゃくちゃ綺麗で広い。お部屋もたくさんある。翔太くんはすごく嬉しそうにしていた。今までは信行とアパート暮らしで狭かったから、自分の部屋があることが嬉しいようだ。自分の部屋があるとか最高じゃん。私は息子が幸せそうにしてくれて嬉しかった。母親としてきちんとする必要がある。そうして私たち3人の新しい生活が始まった。大きな問題もなく、楽しく幸せな毎日を送っていた。血のつながりがなくても、息子と親子になれると心から感じていた。けど、現実は甘くなかった。中学生になると、息子の態度が目に見えて変わり始めた。生意気なことを言うようになってしまった。翔太、遊んだ後の片付けをしないとダメよ。また遊ぶからそのままにしておいてるだけだよ。え？まだゲームするつもりなの？もうやめなさいよ。え？なんで？夕飯後にまたするつもりだけど。放課後からずっとゲームばっかりしてるじゃないのよ。そんなにゲームばかりしてたらダメよ。しっかりと勉強もしないと。宿題だってあるでしょ。うるせえ。俺に指図するな。何よ、その口の聞き方。私はあなたのことを思って。はあ？母親ぶるなよ、他人のくせに。翔太のいきなりの反抗に私はびっくりした。そこで私は夫に相談することにした。ねえ、翔太が私に対してすごく反抗的で困るんだけど。勉強するように注意しても切れるし。夫は少し嫌そうにしてた。まあ、あの頃の年齢の子供は反抗期だからな。親ならみんな経験することさ。母親としてうまく対応してくれ。そんな。私は夫がそこまで協力的でないことにがっかりした。結婚前は優しかったけど、結婚してからは面倒なことは全部私に押し付けるようになった。でも息子に対して私が厳しくする一方で、夫は甘やかすばかり。翔太、ケーキ買ってきたぞ。ああ、父さん、ありがとう。甘いもの食べたかったんだよ。うるさい人とは違うし、気が利くね。息子はそう言って私を睨む。どうしてこんなに嫌われなければならないのか。息子は私に叱られるのを嫌がり、以前怒られたことを根に持っているようだった。夫もそれに気づいてはいるけど、自分が好かれてることに満足していて、私のことはどうでもいいようだ。でも私はやっぱり、ちゃんと子育てをしなければと思っていた。中学生の時期は怠けていると、本当にあっという間に何も得られずに終わってしまうから。私自身、
中学時代に一生懸命勉強して、そのおかげで進学校に合格し、道が開けた。だから、中学での努力は重要だと思っている。そして中学で勉強しなかったために、高校受験に失敗し、いい人生を送れていない同級生を見てきた。だから息子にはそんな思いをしてほしくなかった。私は心を鬼にして息子の生活態度を注意する。だが息子からはうざがられ、私たちの心の距離はどんどん離れていった。最近では何を話しかけても完全に拒絶される状態だ。リビングで三人でテレビを見ていても、息子は夫にばかり話し、私が何か言っても完全無視。それでいて、自分の都合でいろいろ要求してくるのだった。明日、部活の大会があるから弁当作ってくれ。え？今さら何言ってるの？なんでこんな夜になってから？今言ったからいいだろう。まだ寝る時間でもないし。もう21時過ぎてるじゃない。近くのスーパー閉まってるよ。じゃあ空いてるところに行けばいいじゃん。そんな簡単に言わないで。車使えば楽だろうが。てか俺だけ弁当ないとかありえないし、そんなの母親失格だろう。息子はそう言って私にプレッシャーをかけてきた。ため息混じりに車を飛ばして夜遅くまで空いているスーパーに向かった。弁当が必要ならもっと早く行ってくれればいいのに。今日は学校から帰ってきてからずっとゲームしていたのだから、言うチャンスはたくさんあったはず。晩ご飯を食べた後もゲームをして、ダラダラしてたじゃないか。本当にこのままで息子は大丈夫なのかと彼の将来が心配になる。息子は普段は私を空気みたいに扱ってる。でも私だって仕事してて残業もあって忙しい時もある。そういう時は精神的に穏やかじゃないし、そのタイミングで息子に冷たくされると怒りが湧いてくることもあるのだ。そうなると私も冷たくなるけど、そんな時に限って息子は夫にチクるのだった。ねえ父さん、なんか母さんにすごく嫌な態度取られたんだけど。おい、言うな。俺の息子に何してんだ。何って、最初に冷たくしたのは翔太からよ。お前がなんかしたから翔太が怒るんだろ。自分のせいなのに翔太に責任をなすりつけるなよ。そんな。夫は息子の方を完全に支持していた。息子が夫に叱られている私を見て満足そうにしていた。本当にこの親子には手を焼く。私は精一杯母親であろうと努力していたが、もう限界のような気がしてきた。その後、息子は中学を卒業し、高校生になった。しかし、中学時代に全然勉強をしなかったため、案の定、第一志望の高校には進めず、私立の滑り止め高校にしか行けなかった。正直、その高校は治安が良くなく、息子は悪い仲間とつるむようになった。翔太、また夜遅くに帰ってきて、何してるの？お酒の匂いがするけど。未成年が飲酒するのはダメよ。うるせえな。お前に何がわかるってんだ。息子は全く聞く耳を持たない。そしてしばしばお金をせびってきた。小遣いくれ。何言ってるの？
ついこの前あげたばかりでしょ。そんなのもうなくなったわ。早くしろよ。そう言って手を出してくる息子。どれだけ断っても何度も要求してくる。そして結局夫が私にお金を出すように言ってくる。ねえ、翔太をそんなに甘やかして大丈夫だと思うの？ああ、お前こそなんでそんなに息子を大切にできないんだ。血がつながってないからか。そんなこと言わないで。私だって一生懸命やってるのに。愛情が足りないんだよ。お前が家族になりたいって言ったんだから、もっと頑張れよ。夫の言葉は本当に最低だった。どうしてこんな男と結婚したのか自分でもわからない。夫への愛情はもうほとんど残っていなかった。そんな時、信じられない事実が明らかになった。それは夫が不倫していたことだ。相手は夫の職場に新しく入った新人だった。夫の怪しい行動が目立ったので探偵に調べてもらったところ、不倫が発覚したのだ。私はもう限界だった。家事を押し付けられ、私の話は一切聞いてもらえない。それでいて裏で不倫をしていたなんて。私は離婚を決意した。その時期、私には新しいチャンスの話も舞い込んでおり、夫と別れるのにちょうどいいかもしれないと思っていた。夫とはもう終わりにしよう。そう決心していた時、いきなり夫から私に話があると言われた。話って一体何？その日、私は仕事が遅くて、帰宅した時には夫と息子がすでに家にいた。家に入るとすぐに夫が玄関まで迎えに来て、居間に来るよう言った。それでどうしたの？お前と別れたいと思ってるんだ。え？まさか夫から別れを切り出されるとは思わなかった。どうして離婚したいの？とりあえず理由くらいは聞いてみた。夫は何を言うのだろうか。不倫の件で開き直るのかと思いきや、夫はニヤニヤしながらこう言った。お前みたいな安月給と一緒にいてもしょうがないんだよ。安月給？私は首をかしげた。夫は何を言ってるんだ？お前の時給800円って聞いたぞ。そんなバカな低の嫁といても意味ないんだよ。ただのお荷物だろ。家政婦として仕方なく雇ってやってたけど、全く使い物にならねえし、もうお前なんていらねえわ。お前に金使うくらいなら新しい家政婦雇った方がマシだ。だからさっさとここから出てけ。理不尽な発言を投げかけて私に出ていくよう命じる夫。息子もそれに乗っかってくる。母親気取りするなよな、この低収入の貧乏人が。まったくバカらしい。私がこの家庭を守るためにどれだけ努力してきたか、この人たちには理解できないのだろう。そして私は彼らとの縁を切る決心を固めた。いいわよ、すぐにでも出て行ってあげるわ。こうして7年もの間、なんとか3人でやってきたけど、こんな風に追い出されるならもう何も惜しくはない。私はすぐに荷造りを始めた。私の荷物はすでにほとんどなく、離婚準備をしていた時に多くの私物を処分していたから、家を出る準備はすぐに整った。
じゃ、出ていくわ。あ、もう片付けたのか。地味でダサいお前がこんなに手際いいなんてな。もうババアの顔見なくていいって思うとすっきりするな。そう言いながら私を侮辱して見送る夫と息子。今は笑っていろ。でもすぐに後悔させてやるから。私は実家に帰って両親と次の手を打ち始めた。離婚を決めた時点ですでに親には相談してあった。そして全てが終わって3ヶ月後、案の定元夫から電話がかかってきた。おい、なんで俺たちの住んでる部屋に退去通告が来るんだ。ああ、それはその部屋は私の父の名義で買ったものだからね。私が出てった時点でもう売るしかないでしょ。なんだって？お前、俺たちの家を取り上げるのか？あの部屋はもともとあなたたちのものじゃなくて私の父のものだから。出て行かないなら警察を呼ぶだけだよ。警察？それはまずいだろ。じゃあ出て行くしかないよね。それにね、あなたの不倫のことについてもちゃんと慰謝料請求するから。私が知らないと思った？更新所で証拠もしっかり取ってあるから、あなたにはちゃんとした罰を受けてもらうよ。もう内容証明だってあなたの職場にも送ってあるから。あ、それとね、翔太の学費も私はもう払ってないから。え？待てよ、学費って？はあ？あなた学費の存在を忘れてたの？ただで高校に通えるわけないのに、本当にすべて私に任せっきりだったんだね。言うな。離婚は待ってくれよ。俺がいろいろと間違えてしまったことは認めるから、戻ってきてくれ。残念だけど、あなたが突きつけてきた離婚届、もう提出しちゃったわ。それに、なんで私があなたみたいな最低な男とやり直さなきゃいけないの？もう愛想が尽きたの。限界よ。そんな、でもお前、俺なしでやっていけるのかよ。時給800円なんて高校生のバイトみたいなもんだろ。それだけじゃ生きていけないじゃないか。あなたもしかして何か勘違いしてない？私の時給が800円なわけないでしょ。どっかで聞き間違ったんじゃないかしら。ちょっと待て。じゃあお前はいくら稼いでるんだ？いくらになるかしらね。でも年商は50億はいってるわ。年商50億？ああ、そういえば言ってなかったわね。私の父の会社、海外の企業と提携を結ぶことになって、かなり売り上げが上がったの。今は年商50億で、私はその会社の社長を継ぐことが決まったのよ。あ？お前が社長？ちょっと待て。大体、お前の父親が会社の社長だなんてこと、全く聞いてないぞ。ええ、だって言うつもりなかったもの。お金目当てで近づいてくる人がいるから、そういうのに引っかからないようにするためにね。でも、ただの家政婦代わりにしようとしてくる人がいたなんて思わなかったから、結果的に騙されちゃったわ。騙したなんて、そんな言い方しないでくれよ。俺は本気でお前を愛してたんだ。ちょっとした気の迷いで浮気をしたかもしれないが、やっぱりお前が一番だ。だから俺とやり直そう。まずは直接会って話そうじゃないか。残念だけど
私、拠点を海外に置いたから、もうあなたたちとは会えないわ。は？海外？ええ、そうよ。私は日本にいないの。だから諦めてちょうだい。もちろん慰謝料は請求するから、弁護士の指示に従ってちゃんと払ってね。そんな。夫は完全に意気消沈しているようだった。私はすぐに弁護士を通して慰謝料を請求。元夫と不倫相手から300万ずつを支払ってもらった。元夫は今回の件で会社からの信用を完全に失い、左遷されて地方に引っ越すことになったそうだ。貯金もせずにいたから高校の学費を払えず、息子は中退して働き出さなきゃならなくなったらしい。しかも元夫は地方に引っ越しているから、元夫も息子も友達が全くいないみたいで、相当寂しい生活を送っているそうだ。元夫は退職せずに同じ会社で働いてるらしいが、周りの目が気になるみたいで、親子二人で家にいて、いつもピリピリして喧嘩ばかりしているそうだ。でも、それも全部自分たちが招いた結果だから、同情の余地はない。一方、私は海外で両親と暮らしながら社長として忙しく働いている。大変なことも多いが、小さい頃から海外旅行に行ったり、留学経験もあるので、英語には不自由していない。あとは私の力量次第というところだ。だが、そういうチャレンジができてすごく楽しい。これからも私は目の前のことに一生懸命に取り組みながら、自分の人生をより充実させていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。